どうもつむつむしみたです。現在ねセレクトボックスが来てて雪のジュエルさん復活してますっていうことなんですけど、僕ねちょっとねあることに気づいてしまいました。皆さんねこの画面見てめちゃくちゃ違和感ありませんか？これねつむつむね長年やってる人とかだったらちょっとこの画面見ただけでね違和感あるかもしれないんですけど、僕はねこの画面見た時にすぐ違和感に気づいたんですけど、これね雪のジョエルさんの画像が違います。運営さんミスってますよこれこれね雪の女王エルサじゃなくてエルサンドラフのエルサだねこれこれねあのよーく見ればねほら全然違うでしょ、見た目違うんすよ。まずねこの目の色がね若干ね雪の女王エルサの方が濃いっていうのと、あとラメがね髪の毛のラメがないっていうのと、あとこの衣装がね雪の女王エルサの方が、まあ、ちょっとなんていうのか透明感あるというか、まあ、ふわっとしてるんですよでこちらね見てもらうと分かるんですけど、これねほら完全に雪のジェルスじゃないね、これエルサ&ラフのエルサだねこれ。いやー運営さんこれミスっちゃってるね、完全にミスってます。でここ見るとねちゃんとねエルサ&ラフのエルサになってます。なのでまあこれ実質エルサ&ラフ復活みたいになっちゃってるんですけど、これね中身は雪のジェルサっていう感じなんだよねこれね多分ねまあこれなんか別になんていうんだ、お知らせ出すほどでもないかもしれないから多分サイレント修正されるんじゃないかなと思うんですけど、これ運営さん完全にミスっちゃってますねちょっとまああのこれだけだとちょっとあれなんで、どっちやろうかな、雪のエルサンドラフやればいいのか雪のジェイスやればいいのか分かんないけど、いやどうかな、実質まあエルサンドラフ復活みたいになっちゃってるけどね、雪のジェイスですこんなミスあるんだね。運営さん気づかなかったのかな、これ作ってる時に本当に気づかなかったのかな。おい、僕もね見てすぐんって思ったんだけど、はいはい、よし天井消しできます。そうこのツムね、はい天井消しっていうやり方があって、どうしようコツ動画も出そうかな。はい、オッケー。はい、実はねまあ性能的には雪エルの方がポテンシャルは強いんだけど、やっぱそのポテンシャル引き出せるかどうかっていうところが問題だよね。このツムやっぱ扱いがちょっと難しいって言われてるので、その点エルサンドラフの方があの扱いは簡単かもしれないね。はい、よし。でもセレクトボックスのツムすり替わり事件は初かも。初、まああれだよね、あの中身が違ったってことはあるんだけど、運営さんがそのツムの画像を間違えるっていうのはね今回初かもしれないよね。僕もうツムツム数年やってたんだけどこういうことはなかったと思うね。はいはい、ごめん、過去にこういうことがあったら申し訳ないんだけど、はい、あやばい、はい、よし、はい、うわーこれね天井消しできないね。大ツム残ってるとねツムがね固まって降ってこないんだよ。はい、よし、でも爽快感やばいよねこのツム。てか夏にぴったりだな、今が夏かどうか呼べるか分かんないけど、はい、ギリ秋、はい、でも暑い時期にねぴったりなツムだと思います。このツム涼しいし、はい、まあエルサンドラフも復活してくれたらいいんだけど、はい、なんかわざととかじゃないもんね絶対なんでエルサンドラフの画像を使ったのかがマジで意味、てかなんでエルサンドラフのエルサ単体の画像があったのかね、それで間違えて使っちゃったのかな。はい、よし、オッケー、はい、オッケー、これどうしよっかな、はい、よし、10,000、よし、まあそこそこいいでしょう。まあこんな感じでね天井消し駆使すればねめちゃ稼げるんで、このツーム、まあちょっと扱い難しいってなるんだけど、でもスキル3からね、一応スキル3の動画この後出そうかなと思うんでお楽しみに。いやエルサンドラフもね復活してくれたらいいんだけど、でも今月はね復活する可能性かなり低いかなと思うね。
エルサンドラフに関しては。まあ、なんで、まあ、復活してくれたらいいんだけどね。まあ、でも、まあ、可能性薄いかなと思います。まあ、ここでね、画像使われちゃってるしね。ということで、今回は、運営さんがね、セレクトボックスの画像をミスってますよっていう動画でした。これ、多分ね、まあ、すぐ修正されるんじゃないかなと思います。また新しい画像、データがね、来ると思うので。で、ちなみにちょっと、これね、珍しい、エルサ・アンドロフの、エルサ単体の、こちらのね、画像のね、まあ、高画質、ちょっと珍しいので、画像保存しておきました、僕は。エルサ・アンドロフのエルサ単体ってさ、あんま見れないじゃん。なんで、まあ、珍しいんで、ちょっと、画像保存しておきました。ということで、今回は、まあ、そういう感じの動画でした。すいません。ちょっと内容がね、薄かったかもしれないんですけど、すいませんでした。今回は、まあ、そういう感じの動画です。それでは皆さん、この動画見てくださった方、本当にありがとうございます。ぜひね、この動画良かったなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。本日もご視聴、本当にありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また僕のメンバーシップ、インスタグラム、ツイッターなども概要欄にリンク載せておきますので、ぜひフォローお願いします。メンバーシップではね、限定公開の動画や限定配信などが見ることができます。また僕の手書きのね、絵文字なんかも使えるようになります。インスタグラムではコツ解説や新ツム情報、最強ランキングとかをわかりやすくまとめているので、ぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。